どうも。なんとかあれは出なくて助かりましたね。そうだよね。まあもう出ないかもしれないね。うん。こっそり2回も行ったんだって。たまちゃんね。なんかで2回行って2回とも1キロダメだったの。1キロはなんかさ、この前のあのツイッターの写真はなんかサバをぶら下げてたじゃん。あ、そうですそうです。サバが釣れたんだ。サバはそうですね。今日もなんか多分サバで大磯でも、あ、大潮でもって、大潮で満月だから、夕方満月が上がるから。満月はサバです。昨日も月の様子見たけど、うちの方で月9時に、ま、真上でもってもうすごい明るかった。まん丸サバで1キロ、うん、サバで1キロって感じで、またこの前のサバみたいな、俺が釣ったみたいなぶっといサバが釣れるんだよ。メジナも釣れりゃいいけど、この間釣ったサバは、うん、長さは43だったんですけど、長さは900近くあって、じゃあでかいじゃん。めちゃめちゃ太かったんですよ。うん、サバで900ってあんまないですよ、ね。でかい、1キロ超えると結構でかいからね、もうね。脂がもうびっくりで。でもゴマサバでしょ？ゴマだよね。いや、この前俺が釣ったやつも持って帰って1匹だけ俺を食ったんだけど、締めサバにして、程よい脂で美味しかった。うん、美味しかった。うん。でもやっぱり1キロのメジナがね、1匹ぐらいね釣れりゃいいけどね、今シーズンだからね。宿の人もあんま釣れなかったっすね。そう、うん、まあ今回はどうか。でもな、満月だからな、とにかくどうかな。なんか今日は俺らが一番最後に乗るんだ。しんがりだ、しんがりね。109、また見てもらいたいものがあるんだよ。それはこれなんだよ。また出てきた懐中電灯。なんで釣りに懐中電灯ばっか持ってくんだこいつはって感じだけど、またスルーナイトからもらっちゃったんだよこれ。今度はカタパルト V6。 カタパルトってこの前あげたでしょ、ちっちゃいやつ、ほら、あのバッカンライト用に、あれのこれはスタンダード版っていうの、まあ、普通の大きさね。結構でも結構赤のなんか懐中電灯でもこれスポットすごい、あのカタパルトと同じですごいスポット、ほらスポットのすごいスポット、それで明るいよ、ほらほらこれ3段階ね。それでダブルクリックするとこれが一番明るい、なんか2000何百ルーメンだっけな。でこの長押しするとこれほらまたこのすごいぐらいホタルモードも一応ついてるの、うん、そう。あとなんかこうダブルクリックでもう一回クリックするとこういうなんかチョコ材なストロボみたいなのもついててね、これなんか本当に600700かな、690m かなんかまで一番強いやつは届くの。だから釣りには使えないよね、釣りにはね、これね、釣りの、だから釣りの行き帰り、また釣りの行き帰りっていうか、行きはあれだから、明るいうち行っちゃうから、帰り、またこの前みたいに帰りにこれをちょっと使ってな、まあ、ただ手で持たなきゃいけないんだよ、これ、今回ほら、でかいからさ、これもう、クリップがついてないから、手で持たなきゃいけないから、片手がこう死んじゃうのがあれだけど、まあちょっと帰りに使ってだな。どのぐらい明るいかっていうのはちょっとな、こう見せびらかしてやろうと思って、見せびらかして。前回のもすごくすごかったんで、目印がはっきりくっついて、うん、そう、作りはいいよ。スルーナイトって本当このね、作りはいい。各部の作りはすごいしっかりしてる。なんか。銅が踏んでも壊れる。っていうか、
丁寧な作り、このバリなんか絶対出てないし、加工精度も高いし、とにかく丁寧、すごい丁寧な作り、もうほとんどなんか国産のちょっと前のあのカメラ、ニコンとかキヤノンとかのカメラ、あれと同じぐらいの感じの加工精度というか、表面の加工がなんかすごい、うん、でジュラルミンかなんかだから、ジュラルミン丈夫です、丈夫で防水だしね。でこれまた充電がついてるの、ここに USB 充電ついてるから充電器はいらないと、うん、もちろん電池は取れるんだけどね、なんか特殊な炭酸みたいな格好したでっかいリチウムイオンが入ってるんだけど、うん、ね、いいでしょ。だから釣りの帰り見せびらかしてやる。ああ風が強い、それになんか船揺れてるね、だいぶ。ありがとうございます。あーやってきました、やってきた。寒いね、なんか寒いね、風が冷たい。うわー今日なんかで曇ってるし、なんか晴れの予報だったけど、ここなんか曇ってて寒い。風も強いし、風強いね。これなんだ、西風かな、後ろから吹いてくるから西風だね。うんね、西風。タマちゃんまだ 下の階だったから、タマちゃんは、うん、今上がってきましたけど。あ、そう、まあ車のとこまで、うん、そうだね、車のとこまで行きましょう。あ、リムジン来ました、我らのリムジン。よし、どうもお願いします。はい、はい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 、行きましょう行きましょう。寒い寒い寒い。あ、なんか翔さん薄着すごい薄着、はい、うつぼそう、うつぼいっぱいいるからだよ。いますよ。あ、本当だ、あそこにウツボって書いてある。うん、そう、カールグミエさんから頼まれてんで、ウツボ、うん、ウツボ釣ってとか。冬じゃないでしょ、干物？干物かな、うん、ですかね、ウツボ。冬が旬なんだってね、ウツボね。今美味しいですよね。そう、冬が旬だって。黄色い。あの、なんであってもさ、大きいのがいいよね、肉厚のがね。ああ。冷たい、ちっちゃい骨っぽいのがね、ダメだよね、やっぱり。黄色黒のあの工事中みたいなさ、色したウツボがいいんだよね。赤いのはダメなんだけど。釣ってきてって、たぶん、そう、煮たりとかね。ウツボあとはなんだ、土佐作りで四国の方ではね、炙って、うん、薄く切って、お尻から後ろは食わないらしいけど、骨っぽいから白い骨が、うん、多くて、頭とお尻の方とこう落として真ん中だけ ね食うんですよね。あばら骨はほとんど糸みたいで入ってないの、あれはね、皮が分厚くて。お腹は刺身で食えちゃいますね。あ、お腹のとこね、あの背の身を唐揚げにしたりとか。あ、なんか大島で堤防で聞いたら、なんかそう、背の身とかは唐揚げにすると鳥の唐揚げみたいで美味しいよとか。そう、すごい美味しいですよ、うん、俺は一回なんかね、大島で釣ったやつだったかな、カバ焼きにして家に持って帰って食ったけど美味しかった。あと海のふるさと村でもってカレー焼きにしたけど、あれはちょっと磯臭かったね。カレー焼きにしました。うん、やってました。クレーとかって、うん、ちょっとね、磯臭いのもいるんだよね、たまにね。いますね。カバ、ね、焼きもやったじゃないですか。やったっけ、うん、あれ俺だけうまいうまいって食った。そうだ、翔さんだけはなんか美味しい美味しい。なんか俺はなんかちょっといまいちだなとか、いまいち、そう、あの磯臭かったな、あれ。翔さんはあの磯臭さは大丈夫なんだね。アイゴはダメだけど、アイゴは嫌だって言うけど、あれはね、うん、ね、アイゴはね、どうしない、科学的な匂いです。あ、そうかな、化学薬品的な。いやいや、そんなことないよ、アイゴ化学薬品の匂いじゃないでしょ。やっぱり人それぞれだな、でもな、好き嫌い、うん、人それぞれです。よし、じゃあ宿に下ろすもの、下ろして、どうもお世話になります。お世話になります。よし、あ、すいません。1ヶ月ぶり。1ヶ月ぶり。私たちは1ヶ月ぶり。あ、1ヶ月ぶり。あ、どうも。1ヶ月ぶりでございます。いやー、今日寒いですね、なんか。風が冷たい。風が冷たい。西風すごい冷たい。西風がだって朝すごく吹いてたもん。あ、そうです。ずっと西、もう何時も前から。西ばっかりだから。あ、どうしようもないぐらい。あ、じゃあ行ってきます。よっしゃ。
頑張るべ。お、荷物パックできました。3人乗りで、いつものようにこの、あ、また剥がし忘れてるところにダブルで貼って、ダブルニャブラで伊豆大島の釣り始まりです。頑張りましょう、頑張りましょう。また貼り、あの剥がし忘れてる、なんということだ。いつものコースだね、いつものコースだね、いつものコース、このコースです。パーツ、まあ5時半頃までは明るいけど、5時までは太陽が出てるからね、今ね、今の時期は。そうですね、だいぶ伸びましたね。そう、5時ちょい、本当にちょい過ぎに太陽が沈んで、5時半頃になると手元がもうだいたい見えなくなるくらい、実は明るくなる、薄暗くなるっていう感じ。こんにちは、こんにちは、また来ました。魚入れて持って帰る発泡スチロールの箱ください、お願いします、ください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 。吉田さん残念賞です。一つもありません。一つもない、うん、一つもない、一つもないのねえ、一つもないの、なんだよ、そうかよ、いいよ。あ、こっち表磯はなんかざわ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 っていうか、ざわじゃばじゃばしてんじゃん、ほら、なんかジャバーンと。まだ入れないのかな。まだそうですね、入れないですね。それ子供って書いてます。うん、まあそこのところから。入れるんですよね。入れるよね。この前は。から行けます。このなんかこの漁港の中も今日はちょっとざわざわざわついてますか。かぶってる、かぶってない、いや、うん、あー、本当だ、おー、よし、つくしたつくした、あー、あー、どうだ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 、ぬるいきた、ぬるい、どうだー、そう、あー、なんかぬるい、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 まあいいや、ぬるくてもしょうがないね、よし、じゃあ、これで次は餌やえ、ゴーゴーゴー、前の方だね、よし、来ました、はい、はい、バッカー持ってかないと、あ、そうだ、バッカー持ってかないといけないんだ、バッカーも持っていかないとね、どうもお世話になります。まず極みの一つ、私が買ったのはこれ、2日分の差し絵、2日分の配合絵、各1袋、それと明日のこれはオキアミ、今日のオキアミはこれ、こんだけ、こんだけ、これをぶんまいて、とにかくいい魚に変えてみたい。よし、それじゃあ裏磯に、裏磯に目がけてね、なんか餌屋の主人になんか明るい話題ありますかって言ったら、うんとか鼻で笑われてしまったということは、笑うしかないような、そんな話題しかなかったんだな、きっとな。あ、イワシを釣れてるって言ってたけどね、イワシ、マイワシ、イワシとサバは釣る、サバ、今日はサバは釣れると思う、まあ多分マイワシ、油が乗ってれば、油乗ってんのかな、でも堤防で釣れるのってね、えそれが問題だよね、あれマイワシだって油乗ってなきゃさ、まあまずくはないけど、つみれとかなんかにして、やっぱり油が乗ってればお刺身で、ほら、あの皮の裏にさ分厚い油の層があればね、うん、そういうのがないとどうかなって感じだけど、でもなんかそういうのが釣れたら、そうだ、サバとかイワシが釣れたら明日のウツボ釣りの餌にキープしとけ、ああ、ね、明日ウツボを釣らなきゃいけないから、とにかく釣れるかどうか分かんないけど、まあ、それは明日のことで、今日はやっぱりね、キロオーバーを、キロオーバーをね、うん、か、美味しい魚、キロオーバーに、サバ、サバ、サバ、あの田原さんが釣ったようなマダイを、マダイね、あと赤旗、赤旗とおじさん、あと、なんだ、赤旗おじさん、親びっちゃん、親びっちゃ、親びっちゃ、親びっちゃ、こっちで釣れるのかな、裏磯で、なんかあの表磯ではなんかいつも1匹ぐらいまずめにかかるんだけど、20センチ近いのが、あ、そうね、いないことはないですね、いないことはないかもしれない、でかいのが、ね、でかくなっちゃって、親びっちゃ、赤松笠ですか、赤松笠、
あとブダイね。ブダイはでもまあ磯はあれだとオキアミだと夜は釣れないのかもしれないしね。うん、やっぱね、うん、なんかね、カサゴ系だね。あとね、カサゴ、ムラソイ、デッカサゴ、デカムラソイね、うん、そういうのが釣れればいいなって感じで、何か釣りたい。まあ、何かは釣れるよね。何にも釣れない、うん、本当に何も釣れないってことはまず今のところなかったもんね。まあ、ないよね、そんな。なんかそうなりそうな時はありましたけど、ね。あったっけ、うん、完全坊主はないです。そうね、魚が一番釣れなかった時にあの鷹の肌一枚キープして持ち帰ったのが、ね、鷹の肌いね、鷹の肌も美味しいけどね、うん、あのたまに磯臭いのがいるっていうけど、あれ焼いて食べると白身で上品な味で、ね、刺身めっちゃうまかったっすよ。あ、そう、甘くてね、あれも磯臭いのもいるんだよね。あとあの皮剥ぐのが大変で、鱗だけ、あとはうまかったですよね、鱗臭いけど、俺はペンチで突き抜きました、焼くんだったら、まあ、あのまま鱗ついたまま焼いて、やっぱりあの剥がしちゃった方が、焼いた後にベロベロベロって、僕はすき引きにしちゃいました、ね、まあそうだね、そういう技が使えれば、なんか刺身包丁でヒャッとすき引きしちゃえば、ね、皮ごと、鱗ごと皮引いちゃう。まあ、なかなかあれ、そう、やってんの見ると簡単そうだけど、やってみると難しいよ、ああいうのはね、実際にやってみると、そうね、言葉で言うようにね、簡単にはできない。切れ味が悪いとダメですよね。そう、あのヒラメとかもそうじゃない。なんかあのリンゴの皮むくみたいにさ、さーさーっとヒラメの皮ってさ、包丁でこう薄くそぎ取っちゃうじゃない、プロは。あれやり方やろうと思うと、まあなかなかできないもんね。あんな風にはいかないよ、いかない、うん。もうちょっとなんかあれ一応公園みたいだからなんかありますよね。そこに入り口はあるね。なんかね、あれそれそうだよね、あそこね。あ、思い出した、なんとなくこの辺に、ここに、うん、この辺に止めて、うん、ああ、そうだ、よし、行きましょう、はい、行きましょう、そうだね、一兵衛は距離がまあまああるんだよね。よっしゃ、ここです。本日の職場に到着しました。職場にして釣り場、ここでございます。低い、磯が低い。でもまあ釣り場はいくつもあるな。3人は楽に入れます。うん、じゃあ荷物この辺のどっか、まあ下げてくるときにもしかして潮が上がってくると嫌だから、なるべく高いところに置いといた方がいいかもしれないけど、うんうんうん、正体の秘密兵器ちょっと拝見しましょう。これほら、なんかこの前の TT20 スルーナイト突撃ライトになってます。見てください、あれほら魚が釣れたら突撃、はい、いいですよ。おやったよ、これでな、うん、ほら、あ、魚バッチリ見えます。魚バッチリ見える、ね、うまくいくかどうか、まあ、今日この磯でちょっと試してみてください、ね、ありがとうございました。お、工夫してるね。スルーナイトのこういう使い方もあると一例でございます。はい、
最初から破綻歩、なんか縁起がいいのか悪いのか。悪いな、縁起は。なんちゅうことだよ。ゆずりの友破綻歩が第一頭で連れてしまいました。なんだ、走ってる。サバだ。もうサバの時間か。まだ月が出てないのに。え、サバだろ、サバだろ。走ってるもん、ほら。ん、何、来た。そらー、サバだろ、ほら。あー、サバだ、サバだ、サバだ。結構いい方のサバだよ、ほら。そこにバタ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 してるの。これ電気つけますか。ほら、あ、まああんまりいい方じゃないけどね。まあ35ぐらい、そんなもんか。もうサバの時間になっちゃうの。お前早くねえか、ちょっと。おい、サバ、お前ちょっと、あ、まあいいや、明日のウツボ釣りの餌にするかな。あ、東の空から月が、オレンジ色の月が出てきました。ああ、引っ張られた。サバだ、サバが竿先を引っ張った。ほら、またサバだ。ああ、今日もサバの日か。まあ月がね、明るいからね。まだでも明るいからねって言っても、あれじゃよ、明るくねえだろって。もうサバだよ、もうサバ。ほら、そんなに俺にサバ夜叉になってほしいか。なんか今日のサバあんまり大きくないよ。ほら、来た。せーの、そらーっと。ほら、また来た。ほら、そこにほら、ほら、よいしょと。ほら来た。ほらまたさっきと同じぐらい。もうちょっと大きいのがいいな。もうちょっと大きいのが。どうせ釣るならツボの餌そんなにたくさんいらないしな。よー、お前前に聞いてんだよ、もっとでかいのがいいっつってんの。もうちょっとでかいかな。これさよなら。まあまあいい方だ、ね、これが36センチ。やっぱり際の方がいいんだね、うん、とにかくあっちはサバだらけ。吉田さんがあっちでサバすごい類似だったじゃないですか、うん、もう大きいは絶対釣らないと思って。いや、もうそう、それにまだ最初は大きいサバが来たけど、もう今とにかくイワシみたいな感じのばっかりだから。深くしても浅くしてもダメ。もうとにかく、サバに餌取られて、うん、俺もこっちから。どっか。今日ってなんかあれついてないのかなと思ったら。そっか。どっかこの辺でこっちに移動しよう。ね、月も完全にほら、あんな明るい月が出てきちゃったし。ね、参ったね。よっしゃ、何それ、虫フグ、サバ。ああ、サバ、俺がこっちに移動してきたら俺にくっついてきたんだ、サバが。やべえな。なんかかかった。これはサバじゃないな、これはメジナか。あってきた、メジナだろ。電気つけてみるか。抜けるサイズかな、うん、抜けそうだな。よし、抜くか。せーの、そらーっと。おー、まあまあのサイズ。やった、口太だ。やった、やりました。上がったな、これ。抜き上げたけど、まあまあ、40はないね。37、8かな。37、8とこね。でもやりました。口太、寒明寺のです。またなんかかかりました。メジナかな、メジナだな。今度あんま大きくねえな。ああ、抜き上げできるな。ああ、抜き上げできる。せーの、そらー、あーっと。よっしゃ、またメジナ、口太、やった。いいですね、そっちメジナで。なんかメジナ、やったよ。ほら、結構、ああ、落ちた。ああ、ほら、色が綺麗、なんかすごい綺麗。あ、タイドプール入っちゃった。ちょっと、あまりタイドプールで泳がせちゃうと、取れなくなっちゃうから。
出て。でもなんか活性高いな。活性高い色してる。よし、やりました。2匹目。やったぜ。なんか活性の高い色してるよ。なんかね、小サバがすごいね、やっぱね、小サバが。それで今何時かというとだな、9時36分、9時36分だ、もうなんか、あ、なんかほら小サバがいじってやがる。で、コマセもまだ残ってんだけどね、まあもう風も冷たいし、この辺りで農家にしますかね、農家にしましょう。とにかく月もほらすごいからね、ほら高校と出てます。じゃあこれにて農家にしましょう。それで今回のこの磯での私の釣果はこれです。メジナ2匹、サバ4匹。まあいいんじゃないのね、やりました。じゃあ宿に帰って祝杯をあげましょう。よっしゃ、まあじゃあ大体片付いたとこで帰りはな、これこのカタパルト V6、 これの実力をちょっと見せてもらおうじゃないかってとこで、ちょっとここでつけてみるかな。これほらね、ほらね、ほらほら、これ今一番暗いやつかな。あ、これが一番暗い、これが一番明るいやつだ。ほいでダブルクリックすると、ダブルクリック、これが2800ルーメンだと、2800ルーメンだとこのように結構遠くまでね、700メーターまで照らせるって言うんだけど、まあまあほらすごい、スポットとこの周りにこうなんか明るい輪ができるっていうところで、普通のまあ懐中電灯として使えるね、これね。うん、なかなか明るいよ、ほら明るいね、ほらほらほら、 あんまり海に照らすと釣りの最中は釣れなくなっちゃうけど、もう上がったからいいけどね、ほら明るい明るい明るい。じゃあこれをな、ちょっと今日は帰り道照らしながら帰っていくべね。行きましょう、行きましょうね、これほら、ほら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 、明るいよ、明るいけど、この手に持たなきゃいけないっていうのがやっぱね、ちょっとね、こう磯ではね、体につけられればいいんだけど、いや、今日はね、そうだね、風が冷たかったね。いいよ。翔さんは大汗をかいてるって。やっぱりこういうね、坂道はこういう手持ちの懐中電灯は向かないね。うん、とにかく危なくて、こんなものを使ってたら全然ね、ヘッドライトだけで行かないとダメだ。まあ、明るいのはいいけどな、やっぱり手持ちのライトはこういうところには向きません。それを痛感いたします。はあ、帰ってきました。ほらこういうね、普通の平らな道だったらこういうライトでも全然いいんだけど、とにかく今みたいな坂道はダメ。手持ちのライトなんか使ってたら危なくて絶対ダメ。どこだっけ、そこか、そうそう、はい、帰ってきました、車まで。お疲れ様でございます。あれ、翔さんはまだあそこでカエルになってんのか。まあでもみんなキープできたんでしょ。そう、魚なんかメジナ、僕はキープしなかったです。あ、しなかったの。メジナ釣れたんでしょ。メジナが30から30、33匹釣れて、うん、で、ムラソイが25センチ。まあもったいね。でもまあ別に、いやー、でなんか1匹だけ持って帰るのもなんだかなと思って。そっか、まあでも釣れたからよかったじゃん。そうですね、竿は曲がりました。メジナもまあ30ぐらいでも結構美味しいんだよ。
なんかあの蒸してあの、ね、ごま油ピャーってぶっかけて食うやつはもう最高に美味しいよ。 2匹やりましたよ、それでもう。 あれね、うまい、これ、うん、あれ30センチぐらいが作りやすいよね。そうですね、あまりにもどでかいとさ、あの、ま、丸々1匹なんてとてもじゃないけど、なかなかできない。蒸し器に、ね、入らないしね。それでも尻尾は切って入れますね。ああ、そう、30から25から30ぐらいのやつで結構丸々太ってるやつが釣れたら、それで作ると。ああ危ない、後ろドア開いてる。マジで？うん、ちょ、物落ちてないよな。俺が最後だったな。俺が閉めるの忘れたか。どうすかね。あ、大丈夫だな。あ、大丈夫。はい、俺のは大丈夫。うん、そうか、ね。これを閉めるな。よく落ちなかった。うん、そうだな。よかった。ああ。スムス。やばい。失礼いたしました。あ、いやいや。気づかない方ですね。ああ、よく閉めるのさ、緩いとさ、走行中にふわんと開いててさ、で気がつかないでさ、なんか外の音がよく聞こえるな、そう、なんか外の音がよく聞こえるなとか思うと、自分の車の裏の後ろのドアがさ、なんか開いてたりするんだよ。気の利いてる運転手だと後ろの人がプー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 とか言って教えてくれるけどさ、まあここら辺も近いからいいですかね。そうだね、すぐに帰れるから、表磯のね、あっちのね、横磯とか行っちゃうと結構ね、あの二つ根とかさ、帰ってくるのに時間が結構30分ぐらいかかるの、半周、約半周ですから、かっ飛んで帰ってくれば、まあ15分ぐらいで来るのかなって。今回風向き次第であそこいいかなと思ったんですよ、川の沢。川の沢、あ、ちょっと遠いよね。さすが遠いんですよね、浦磯は浦磯なんですよ。そう、あの上り下りがあるからね、あのね、あの普通、すごい峠道と峠道みたいな。それからさらにあの獣道、あれ？あ、ここ、おうおう、いつも反対からだからそう、ね、つい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 、こんなことはね、初めてなんですけどね、反対から来ても。今日は俺、別の話、そう、話しながらださ、話しながらです。そう。ながら運転。今日は俺らだけだっていう話だからね。言ってたよね。だから、風呂入って、まあ、祝杯をあげましょう。まあ、このコロナ禍の中、無事に来れたということで、まあ、そうだね、よかったよ、まあ、ね、緊急事態宣言出なかったからよかった ね、もう出ないね、でもね、多分ね、もう万本ならですよね、まあね、まだ、かもしれない、出す気がない。下ろすのはないよね。だったら降りちゃう、それ俺だと食いますね。はい、お願いします。忘れ物しないように。帰ってきた。月がすごい、白い月がまん丸だね、はい、帰ってきました。お風呂入りましょう。じゃあお風呂、お風呂、お風呂。はい、晩御飯の会場にやってまいりました。祝賀会、祝賀会でございます。もう時間は10時46分、10時46分、帰ってまいりました。祝賀会、祝賀会だよね、今日はね、祝賀会です。そうですね、まあ、見てください、今日もすごい、料理すごいよ、ほら、エビだぞ、エビ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 、船盛り、すごい、なんかこう、わけわかんない魚が、このわけわかんないというか、名前がわかんない魚、イカもすごい、なんかイカいっぱいあるね。でほら、今日もこう、椿祭り、ここでやってます、椿祭り開催中。まずはじゃあ乾杯を、乾杯オーバー、乾杯オーバー。じゃあまず勝者、勝者、え、今日の勝者誰だ。勝者サバ、サバいっぱい釣ってたから、サバ4匹に、あのメジナ2匹、メジナ800グラムぐらいのメジナ2匹釣りました、私は。はい、はい、はい、じゃあ、はい、勝者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 、はい、勝者、はい、はい、はい、釣ってもらってください。はい、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 メジナ何匹釣ったの。3匹。お、勝者じゃん、勝者、勝者、勝者。じゃあ、はい、はい、はい、玉ちゃん、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、次ましょう。はい、はい、はい、玉ちゃん、あ、玉ちゃん全部リリースだっつってたな、ね、全部釣ってリリースね、さすが、お慈悲、お慈悲だ、お慈慈悲深い魚に、慈悲深い玉ちゃんでございました。明日も釣られると思います。そうですね、はい、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ初日勝利、乾杯。あ、お疲れ様です。今日は我々しかいないからね、これやりたい放題です。いきます。いや、寒い中、寒明寺だとサバを釣った後の冷たいビールもまたうまい、ね、あったかいお風呂に入ってきたからな、
そうですね。ね。で今日のお料理。飲み干せなくなってる、ね。これ今日これこれねほらエビ。レンコン。エビですよね、それにこれ中に挟まってるの。これ、うん、これこれ、うん、これねこれねこっちのねこの料理ね、うん、これなんかちょっと洋風でここにレンコンの中にエビのなんかこう、うん、なんだろうパテみたいなものが挟まってます。エビ心臓みたいなね、なんか、うん、なんかそれにこれササイササイ、それとこれはまた白身魚の蒸したやつ、ね、キムチ、それと鶏、ボリューム満足、鶏てこれ手羽っていうの、このほら鶏チューリップっていうの、ね、煮物、煮物ね、それとこれだよ、これを年後に紹介する大根の船の上に椿がこのように、で椿はこれご主人が作った花はな、そう見てくれよこれこの椿、ね、俺はいつもこれがねすごいなと思うんだよ、これこれいつもここについてるこの花がね、エビでしょ、イカでしょね、この刺身は黒い皮のは何だか分かんないって、何だか分かんない黒い皮ね、真っ黒い皮、これもしかして黒シビカマス、あそうなんですかね、黒シビカマス、うん、でこれ、うん、骨があるからほ、うん、ほどきてる、マグロ、それにこれは青物なんかカンパチみたいなやつと、うん、これトコブシ、トコブシ、うん、ね、そうでしょ、素晴らしい、じゃあね、じゃあ第一次会が始まります、始まります、ありがとうございます、じゃああとは手酌でね、ね、あとは手酌で、はい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 、はい、お願いします。じゃあ、すいません、ありがとうございます。お刺身を入れ、あこれだな、これがお刺身用の、うん、ね、でお醤油は、はい、ありがとうございます。間違えたんですか。はい。大したことない。ああ、いいですね。ピーピーとして、まずはじゃあこの分かんない、わけわかんないっていうか、このなんだかわかんないこのえこれ黒シビカマスじゃないの、もしかして白身、わかんないな、なんだかな、明日聞いてみればわかるけど、うん、いきます、うん、なんかね、うん、柔らかくて脂が乗ってて、なんか深海って感じがする、深海、うん、うん、美味しい、これ深海味、あれ黒シビカマスって深海なんでしょ、結構深いですね、深いでしょ、でっかいやつは、でっかいのは深く行くんじゃないですか、ね、うん、堤防でも釣れるけどあれちっちゃいもんね、肩で、うん、ね、うまい、うまい、今日はでも魚の頭がないから、うん、おーいっていうのができねえじゃねえかよ、おーいこれは明日味噌汁の中に入ります、うまい、うん、うまいよ、でも、うん、じゃあこの次はね、エビ、エビ、味がありますね、エビ、これは茹でたのね、エビね、エビ、骨は結構ある、うん、骨ある、うん、あじゃあやっぱり苦しみかもしれないな、うん、でもすごい脂、うん、脂ね、柔らかい、うん、深海って感じでしょ、うん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 、うまい、うん、これも食えよ、これ、うん、食いますよ、これコリコリもんだよ、うん、あ硬いのなんだこれ、皮が噛み切れないです。皮は飲み込むしかないんだよ。わーっとその、うん、分離する前に。あ、これまた取れないんだ。取るの難しいよな、これな。フグじゃないですよね。翔さんのだけフグだったかもしれないよ。一匹だけ、一個だけ切り身フグが当たりましたみたいな。あ、これ取れない。本当にこれツルツルしてんのね。これね、難しいよ。拳？うん。コリコリ。まあ、うん。うまい、うん、いいですね、綿がいいですね、うん、なんかがついてる、うん、うん、それでほら、カサガイが、ね、カサガイですかね、うん、うん、よく磯にそういう格好したやつもくっついてるよ、うん、うん、よく取りましたよね、そうだね、うん、取っちゃいけないんだけどね、あれね、本当はね、うん、そう、うん、取っちゃいけないんだけど、三浦とかで昔な、もう時効だな、うん、あれ結構おいしいんだね、あれでっかいやつは刺身でも食えんだ、うん、うん、でちっちゃいやつはあれ、炊き込みご飯にするとすごいおいしいの、うん、身をこうね、ほっとって味噌汁の中で煮込んで、すげえいい、貝殻ごと味噌汁でもおいしいし、身をあのスプーンで持って取って腹わたごとご飯炊くときに入れて、あの炊き込みご飯にするとすげえおいしい、俺はよくそれをやってたね、うん、うん、そう、うん、まあまあまあ、うん、なんかあとはレンジでチン、レンジでチンか、これはレンジでチンじゃないな、
これって温められないですよね。これはでもアルミ箔をこう剥がせば大丈夫でしょ。あの中に食品が入っていればバシバシ言わないんでしょ。アルミ箔があっても中に食品が入っていれば、アルミ箔だけだとなんかバチ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 って言ったりするじゃないですか。言わない？入ってても言うんじゃない？多分言いますね。言う？あ、じゃあこれはこのまま食えってことだね。これはこれこれほら魚でしょ、これ白身魚で、ニジナとかニジナとかそういうやつのなんかほら野菜とほらじゃない？じゃない？なんかわかんないけど、なんかほら違うかな？なんかなんかいきます。うん。うん。あ、美味しい。美味しい。うん、レンコンすげえうまいっすよ。これ？天ぷらなんかね、これ。うん。ハサミ揚げっていうんですか？うん、これ。なんかボリュームあるよ、これ。すごいよ、これ。なんか、熱い。めちゃめちゃうまい。一つでいい。うん、ほんとだ。めちゃめちゃうまいです。一つ売ります。減らしてもらって、すごく助かるんですよ。絶対にこの3つは無理なんだ、開始早々。もうなんか、もうなんかそっちで処理してもらってね、処理業者に頼む。ダメだよ、処理業者に頼んだよ、だってそんなの。なあ、いやいやいや、あの、たまちゃんがいるから。大きさがね、大きさでやられちゃうんだよ、大きさ、ボリューム。うん、美味しい、美味しい、これ。うん、まあ、まあ、うん。うん。うん。ね。本当だ、うまい。美味しい。これこそビールのおつまみに最高。うん。これはつぶ貝だっていう話だよね。サザヒに乗っかってるけど。ああ。うん。つぶ貝だって。なんかこのそういえば色はなんか。本当だ。うん。これはサザエに入ってるからサザエだとばっか思ってたけど違う。うん。まあこれもうまいよ。これ、ね、リンゴが入ってる。リンゴ、うんうん、これうまかったですね、味がなんか、うん、リンゴが、うん、魚も入ってるよね、入ってるな、魚、うん、この中にほら、魚入ってる、出てきた、魚、魚、うん、うまい。まあ、なんかちょっと落ち着いた、うん、今日寒かったね、うん、寒かったですね、本当寒かった、うん、風が、西風が吹き始めてからが、うん、またまた寒かった。俺のところ最初あの先端で釣ってたとこは後ろからの風だから、あれ 何風だろう、うん、島の方から吹いてくる後ろからの風もあれも冷たくてよ、うんうん、回ってましたよね、うん、右から来たと思ったら左からバーッと来て、うんうん、いや一番寒い、大島が一番寒い時期じゃないの今、うんうん、今年は本当寒いよね。なんでこんな寒いんだろうって、やっぱりエルニーニョ、エルニーニョなんだよな、エルニーニョで南岸低気圧。はあ、でも落ち着いたよ。なんかすごいね、ご飯がなんかてんこ盛りのご飯食ってる、うん、ビールがなくなりました。二次会のさあどうだ、あるあれでしょ、そこにあるケンタン大様って、これ日本酒。お、これは日本酒でしょ、これ本当だ、ケンタン大様。木の花、何これ。先日はご一緒できて楽しかった。クリタさん、あ、クリタさんって、あ、そこになんか座ってた人ですね、うん、あのトンガの時に住みた、あの雷になって一人帰ってこなかった。これいきますか。うん、そうだね。これはこれは何、いつものこれ、これもほら、ケンタ。11月？これうちらなんですか？じゃないかな、これ。去年の11月に入ってます。なんかよくわかんない、これ。でも、これ、いつも楽しみにしていますって言うけど、まあ、これ、これがなんかでも俺、あの、あれみたいだけど、まあいいや、これは置いといて、これがあるんでしょ？ 52 どうぞが、ね。うん。で、これ、それ飲んでなくなったら、それだ、52どうぞ。でこれ52どうぞも、うん、あっちに持ってっといて、うん、どうせそれなくなっちゃうから、それ翔さんが飲んじゃうから。いやいやいや、はい、これね、じゃあその日本酒、それいきましょう。それ、あ、栗田さんね、どこの酒、日本酒でしょ。そうですね、違うか。その他の醸造酒って書いてある、その他の醸造酒、木花
なんとか醸造で、え、これ何、これなんていうお酒、福岡県産霊峰 100% 軽妙酒越、なんだかよくわかんない。ドブロクってどこのって、ドブロク、ドブロクってどことなくやぼったくて可愛げのないなんとかとかなんか書いてあるから、でもこれ日本酒じゃないみたいだよ、焼酎かな、まあまあちょっと飲んでみりゃわかる、ね、うん、開けてください。じゃあ分かりました、うん、開けてください、はい、開けましょう、うん、栗田様いただきます、はい、いただきます、ありがとうございます。あれそのまま回せんじゃないの、うん、いやそんなの、うん、握力が握力が開けます、うん、ほらいた、あれ？痛い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 。じゃあまあ、じゃあちょっとだけこの色を見たいから、これじゃあ、うん、これでちょっとだけこれにまず入れてもらって、うん、なんでこれ？それでいいんじゃないですか？あ、ほら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 、ドブロクだよこれ。あ、なんか発泡してる、発泡してる。ちょっといただきます、いただきます。あ、なんか発泡性だ、発泡性。飲みますか？発泡性のなんか、確かに日本酒の発泡した酒みたいな感じ。そんな感じしない？あ、うん、なんかでも濃いですね、なんか、うん、なんかフルーティー、フルーティーだね、うん、フルーティー、フルーティー、フルーティー、なんていう酒だか分かんないけど、美味しいですこれ、なんか、うん、これ美味しい、うん、でもドブロク、ドブロクってそういえば、ドブロクっていうのはあれは焼酎でしょ、あのなんか焼酎だよ、ドブロクって違ったっけ、ドブロクってなんかあの濁り酒みたいな、濁り酒みたいので、だから焼酎のそのこしてないやつでしょ、透明に、あれは焼酎はほら、それはドブロクを透明にこすっていうか蒸留してするのかなんかして、ろ過するのかして透明にしたやつが焼酎だけど、焼酎の一個前のやつだよ、芋とかで、あのあれとかなんかで、あの昔それがドブロクでしたっけ、うん、あのでしょ、なんか戦後間もない時によく密造して自分で作って飲んでた、うん、あれだよ、これはなんかよくわかんない、わかんないけどよく読めばわかるんだけど、もう今よく読んでるようなそんな気力はない、うん、ただ飲むだけだみたいなね、うん、美味しいっす、でも美味しいっす、その他の醸造酒って書いてあるでしょ、その他だから、その他なんですね、うん、そうだから日本酒じゃないんだよ、日本酒のくくりじゃない、アルコール度 65%、 え、そう、マジなんか 65% って書いてません、そんなに違うよ、精米部配 65% アルコール 14% で、65って精米部配のカスクぐらいじゃないですか、うんうん、そうですな、うん、まあでもアルコールは 14% だから日本酒みたい、でもこれ発泡性の日本酒みたいな気がする、うん、うん、度数的にはそんなもんですか、うん、ただまあなんかいろんなくくりでもって日本酒にはならないんじゃないかな、こういうんだ、なんかそういうことなんだろうね、うん、うん、ドブロクではないし、美味しいですよ、うん、焼酎でもない、うん、日本どっちかっていうと発泡性の日本酒って感じ、あんまりグビグビはいけない感じがする、ちょびちょびが、ああこれはなんか上品な、お上品な、ね、女の子が好きそうな感じ、うん、そうね、うん、甘酒みたいになっちゃった、やばいし、あなんかこれ、あとそれはデボ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 、何日もやってない大学生が濃いってやつ、センズリこいたらこんなのが出ましたみたいな感じで、なんかすげえよこれ、え最初のうちはなんか汁だったけど、だんだんね、最初はマスかきすぎた、あのなんかちょっと水っぽいのが出たなみたいな感じで、これは1ヶ月やってないやつがどうみたいな、どうなってんのこれ、濃いな、なんかこれはもうなんか甘酒みたいだよ、なんかあこういうことなのか、だからこれはドブロクなのかもしれない、ドブロクって書いてあるぐらいだからね、うん、あすごい、うなんだこれ、うん、これはなあ、でも濃厚まあ、うん、でもうまいよ、うん、女の子が好き子供が欲しい女の子が好きね、あれ、うん、変わってるお酒でもまあこういうのもいいな、いっぱい飲まなければね、いっぱい飲むお酒じゃないけど、最初からかき回したらよかったのかね、でもかき回したら爆発するんじゃないの、炭酸で
ほら、なんかもう、でも、みたいな感じで、なんか、うん、古さはだから逆さにしてちょっと置いてこう戻すぐらいでよかったもん、ね、うん、そうだね、うん、そう、それで書いてないよね、書いてそう、物書きのところに書いてあるのかもしれないよ、読まないお前が悪いみたいな、うん、読まないお前が悪いみたいな書いてあります、書いてよく振ってた、うん、あ、思います、いや、書いてないですね、うん、これ狙いかもしれないですよ、うん、みんな驚くだろうみたいな最後ね、うん、うん、栗田さん、くせ者ですね、くせ者です、うん、なかなか、うん、なかなか、うん、企画が、企画したな、うん、美味しいよ、でもこれ、うん、ね、美味しい、美味しいですか、ね、うん、初めてこんなお酒、うん、うん、ね、世の中にいろんなお酒があるんだね、うん、こうやってね、うん、どっちの意味でも女の子にいけそうなね、これ、あ、翔さんもなんかそっち行っちゃった、ね、なんか翔さんもこっち行っちゃったよ、こっち、いやいや、もう甘酒ダメとか言って、甘酒がダメっていうの初めて聞いたけど、甘酒ダメか、ね、甘酒は、ね、飲めないんですよ、甘酒ダメか、まだこんなに残ってんのに、なんかこれは全部俺の割り当てになっちゃったよ、なんちゅうことで、まあいいけどね、白いドロッとしたのが黄色いのに、うん、黄色いのに、黄色いのに、黄色いのに切り替えて、黄色いの、いや、ちょっと寒くなったんで、ちょっとお湯割りをちょっといただきたくなったら、ね、ちょっと冷えたかな、そうかよ、ね、まあいい、まあいい、うん、まあ俺もこれを飲み終わったらこっちに行くからね、でこれなんかどういうわけだか、この必聴ステッカーだけなんか寝て待てニャホランがなくなってて必聴ステッカーだけ残ってるんだけど、まあいいけど、じゃあここにな、今度これを俺がつけといてやるから、これな、これ、これほらね、これ金の剣探体ステッカーもうないですか、ああそうだね、それもなんか誰か持ってった、まあいい、誰か持っててくれ、これね、前の時あったんで、前ってか先週はあったんで、これを、ああ、これを車にねつけてニャオラ号にして行ってください。ニャオラ号にして。いつ来たんでしたっけ？先週の月火来ましたね。ああ、うん。車必聴ステッカーを貼ると釣れなくなるから嫌だとか言って。まあそういう言うなよな。そういうなよ。なるほど。うん、そういうな。ああさ。ニャオラもいるからこれな。これも貼ると。もしかして貼るとバッテリーが上がるかもしれないから。俺はそういうのは責任持たないからね。とにかくね。若いやつがいて。うん、そいつはそこでやったんだけど、それでまだ悶々としてて、朝会社行くから3人で行ってて、よしじゃあ始発動いたから乗ろうぜとかって言ってる時に、もう一発抜いてきますって言って一人で単独でもう一回行っちゃったやつがいた。すごいよね、若いっていいよ、レジェンドっすね、うん、これちょっとなんか今録音されてたんじゃないですか、これちょっとこれこれを、さっきからなんか白くてドロッとしたり黄色いのだったり、ドロッとしたやつはどうしたの、いやもう飲んだ、全部飲んだ、あなんかすごい、なんかもうなんかもうなんかもう大丈夫、土俵だと思うんですよ、これで大丈夫、このぐらい許容範囲だから大丈夫、白いの飲んだよ俺が、全部今飲んで、飲み終わったからこれを洗ってきて、それで今度この新しいやつをやろう、本当だよこれ、ほらなくなったもん、なくなった、ありがとうございます、飲み干したんですね、うん、美味しかったよこれ、ドロドロってしてたけど、うん、今度これでね、これ、うんうん、でなんかその出汁できんなかったからまた行ったとかいう話は俺にはよくわかんないけど、まあ、美味しいっす、うん、あーうまい、あーうまい、12時ですかね、あほら12時ね、12時だ、大人の時間ですからね、大人の時間だよ、大人の時間です、まだまだですね、まだまだですよ、まだ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 、5時まではやめますよ、5時まではやめね、今日は5時はなし、今日は食ったんじゃないですか、食ったな今日は、うん、何すか、キムチ食うよ、ほらこれもう刺身ももうね、うん、あとこれしかないから、で私は見てくれ、うん、ご飯、それも汁かけご飯、汁かけご飯にこの、うん、ね、このお刺身の残りをここに乗っけて、これをいただいてね、そして今日の動画の終了とさせていただきます、これ食いますからね、私はね食いますね、ということで、もうほらだってもう見てくれよ、もう1時15分だよね、もうお眠の時間だから、お眠の時間だからね、
いつもからすると、まだ3時間、まだ3時間、まだ3、まだ2時間半、2時間半みたいな感じだけど、まあそんなこと言って、寒いんです。寒いよね。実際寒い。寒いよね、今日な、寒い。だから私はこれを食って、ね、もう今日の動画の終了といたします。てなわけで、まあ明日もあるからな、ね、次の動画もあるんで、次はもっとでかいの釣るかもしれない。キローバーね。なんでこれで動画は終了いたします。それでは皆さん、さよなら、さよなら、寒い、寒い、さよなら。いつものようにこのマグネットにアゴラ貼って。